そう考えるとあの時にワクチン担当大臣ってなんかすごい違和感あったんですよ、聞いてる方は。なんで高がワクチン打つのに大臣までつくんだろうって思ってたけど、これすごく重要な役職を作ったってこと。菅さんが、総理がこれ田村それにコロナやっててワクチンまでやったらあいつ倒れるぞと、だからこれお前やれって言うんで僕のところに来たわけ。なんか野党が先導が多くてなんとかって言うけど、先導は田村典久で俺はエンジンなわけ。ポリシーは俺決めらんないから、ポリシーで決めてもらわなきゃいけないのはこれとこれですって言うと、田村さんが必要なものを早く決めろって言って下ろしてくれて、とりあえずねファイザーはマイナス80度の冷凍庫ですって言って、日本国内で足らないからヨーロッパから引っ張ってくるわけですよ。最初に船に乗せましたっていうわけ。バカ言ってんじゃねえよお前、船に乗せたら何ヶ月かかるんだよって、下ろせと、で飛行機乗せろと。そしたら最初に乗せた船は出てっちゃって、もう出てっちゃいましたって言うから、あーあーって言ってるうちに、去年あのスエズ運河で船がぶつかって あったあの船の後ろにいるわけよ、その船。俺の冷凍庫来ねえよみたいな。俺の斜めの後ろにいたんだ。そうそう、だから最初のうちはいやー製造が大変だな、国際物流もとかって他人事だったのが、俺のお前冷凍庫だよ。半分ぐらいの自治体がお盆前って言ったで、4分の1が8月中、はいはいはい、で最後の4分の1は9月とか10月とか11月とかっていう、俺は割といいなと思ったんですよ、結構早いと思った。早いと思った。で総理のところ持ってって、こんな感じですって言って、ちょっと早いでしょみたいな。そしたら総理じーっと見て、これネジ巻いたら7月末に全部終わるぞ。おー、どういう計算なんだよ。もう変異株が広がってて命に関わるから行けと、自治体計画作ってますよって直させろ、ドヒャーみたいな。そんな根拠ないんだと思うんだよ。直感かな。要するにインフルエンザを最大で1日60万回打ったっていう実績がある、うんうん、で60万回でインフルエンザ打ってるんだったら、お前みんな命がけなんだから100万回は行くだろうって。とにかく、あの町と都道府県がいいようにやらば早くなるから、とにかく温度管理はやってくださいと、はいはい、それからロット番号の管理はちゃんとやってねと、うんうん、それから打った人は記録システムに入力してねと、はい、この3つだけは確実にやってくれと。だから言ったのにできないっていうのにこだわるからね。そうそうそう。だけどそれもね、言ってできなかったらどうしましょうって言うから謝れって。そうだよね、すいませんっておしまいだよね。菅さんがなんか高いハードルを突きつけてますがとかってメディアが言うから、高いハードルじゃねえよお前、棒高跳びだろあの高さ。でもやっぱり菅さんと、まあ、河野さんと田村さんのトリオがみんな同期ですか。みんな同期です。みんな同期です。僕の大臣室の隣がワクチンチームの部屋だったんです。仕事中にコーヒー飲むでしょ、うん、コーヒー持ってワクチンチームに行って、どうって行くと、うん、どこどこ町で4箱足りませんみたいな話になってるわけ、うん、それでそこで市長と話してたりするわけ、うん、ちょっと大臣に代わりますとか言ってた、うん、いやもう医師会がみたいな、なんかまた4箱出すからって終わり。いやいや厚労省の言ってるんじゃ、もうワクチンが滞りますみたいな、どうすればいいのって、自由に配らせろって、分かった、じゃあそれやっていいよって、なんか言われたら大臣がいいって言ったからやったって言ってっつって。いやだからそれって結局腹決まってんね。よくある話で、まあ、たまたま今河野さんこういうふうに言ったけど、はしご外す政治家だっていないことないからね。やれっつって言って後でやったら、それお前がやったんだろうみたいなことも言われかねないじゃない。わかんないけどさ、役人がそういうとこは考えてんだな。なかったら、あの俺謝るからみたいな感じだから、もうワクチンチームがこうやってたし、そのチームのいいのは、あの配り方こうだろうとかって言うと、いやいやそれ違いますよとかね、こうやった方がもっとそのちゃんとできるとかって、分かった、じゃあそれで行こうみたいな。結構フラットだった。最初厚労省は1億人に2回を紙でやるって、紙で記録しよう、それを、ね、それをあの小林文明にシステム、お前任せるから作れよっつって2ヶ月なってうまくねやりましたね。それからあの藤井久幸副大臣は、大臣このままじゃ回らないから、あの人を出してもらいましょうっつって、藤井さんが全部の都道府県からリエゾンを出せっつってさ、でもう40何人と政令市と東京23区の代表となんとかっつって、厚労省に部屋が足りませんっていうぐらい人を借り集めてきて、全部連絡しきってくれたから、システムは小林文明、地方とのコミュニケーションは藤井さゆき、で僕がワクチンやっちゃったから PFI とかができなくなったから、
これは政務官の岡下さんに悪い、俺全然できないからこれ全部お前に丸投げするからっつって、岡下さん全国回ってくれて、あのそっちの仕事はやってもらって、まあ彼選挙落ちちゃったからちょっと申し訳なかったなと思うんだけど、そのお茶飲みながらどうっていうののいいのは、課長とか参事官とかなんとかっているけど、一番手近なやつにどうなってんのお前のとこみたいな、そうすると今こうなってますっていうと、こう結構情報フラットに入る場所が遠いと、結局大臣に説明に来るのって課長さんとかこう限られちゃうから、そのフラットな情報の流通にならないんですよ。なるほど、2回やったんだから3回目のが楽なはずだけどね。こんなんならないで済んだはずなんだけどな。いや、大人の3回目ってモデルナが主力になるんですよ。とファイザーファイザーモデルナの方が、ファイザーファイザーファイザーより実はちょびっと有効性が高いんです。とにかく早く打つ方がどっちを打つか選んでるよりは全然大事だから、抗原検査キットっていうのは自分が人に打つだけのワクチン量があるかどうかはそっちで分かる。抗原検査キットならもう10分15分で分かるから、あれを1個100円ぐらいのコストまで国が補助して下げて、とにかく大量に作ったれと、100円だったらやってもらって、で陰性だったらこの人は少なくとも今人にうつすだけのウイルス量はないっていうのが分かるから、大量にこの検査キットを出せるように政府が支援を出せっていうのを木原誠二に僕去年から言ってるんですけど、100円の検査キットが出せればその場でお店の入るところでやれるから、治療薬は今度のファイザーの、飲み薬はプロテアーゼ阻害薬って言って重症化予防 90% と言われてて、今度のファイザーのこのプロテアーゼ阻害薬ってすごい効くんですよ。木原誠二がちゃんと後押しをしたから少しずつ前になってるんだとすると、ちょっと木原さんも褒めないといけないかな。